なんといってもキャスパネルです。今回ちょっと初めての試みなんですけど、さあというわけでお疲れ様です。バーナードです。今日は新宿の丸いアネックスに来ております。ちょっとカルチャー探求的な感じで、ソフビきっかけで知った、作家さんのですねポップアップ、とある作家さんのポップアップやってるみたいなんで、ちょっと見に行ってみようと思います。見どころなんといってもキャスパネルです。今回ちょっと初めての試みなんですけど、はい、とてもフォトスポットとして映えなパネルを用意しました。ぜひここで写真撮ってください。ありがとうございます。あとなんだろう、でも売り場も全部可愛いです。いろいろ飾り付けました。いいですね、もう本当に世界観が全部出てる感じですよね。なんかもう私やっぱり漫画も描いて作品も作って、はい、でアートもやるっていうなんかちょっと三刀流みたいなところがあるんですけど、はい、まあ、その全部の面を一発で入れる、それがキョス日記の世界展となっております。いつも日記の漫画とあとソフビですね。こちらの普段この日記の原作になってますね。もう3年目になるんですけど、はい、1年に1冊出していて、まあ、毎晩描いてる即興漫画ですねの総集編が2冊あって、それとソフビをいろんなところに持ってってるんですけど、まあ、今回はそれに加えてグッズとかですね、これも漫画の名シーンとかなんですけど、すごい、めっちゃいいですね。はい、こういう T シャツだとか、やっぱこう漫画に関連したグッズですね。あとキョス日記によく登場するキャラクターたちのグッズだとか、はい、もう今回はちょっと力入れて多めに出してます。めっちゃいいですね。こんなです。ですね、こんなにグッズ出すのは初めてのことだったので、はい、ぜひ見に来てください。ですね、展示はちまちまやってるんですけど、はい、まとめて見れる機会はあんまりなかったかもです。どれか1個だけ持ってくだとかだったので、今回なんだかんだだいたい見れます。だいたい全部。あ、じゃあ本当に今までで一番こういろいろ見れる展示になってる感じですね。そうですね、総集編。あ、素晴らしい。総合体。ちょっとかなりこれが気に入ってしまって、これ可愛いですよね。すごいなんか引き込まれますね。これはね、読みの国にいるバンビちゃんです、ね。そんな名前が。暗いところでこう魂の蝶々がぽよぽよぽよって飛んでるのを見てたら目がどんどん蝶々見せたみたいな。あ、なるほど。ありがとうございます。
というわけで帰ってきましたバーナードです。いつもの開封スペースちょっと上からな感じで、元で紹介したピョス日記のポップアップで購入しちゃいました。ちょっとお土産的な感じでね。でこの僕が一番お気に入りのイラストですね、こちらの、イラストのポストカードですね、ポストカードと、こちらがピョス日記ステッカーですね、シールのセットっていう感じになってます。これめっちゃボリューミーでいいですよね。めちゃめちゃ可愛いキャラクターたちの、まあ、それぞれこうステッカーになってる感じですね。まあやっぱこのこれがめっちゃいいですね。大きいあのポップもありましたけども、やっぱこの1枚がかなりお気に入りでございます。なんか漫画に出てくる一コマのこう切り抜いたものもステッカーになっててめちゃめちゃ可愛いです。でステッカーがね、これあのクリアタイプですね、透明なクリアタイプになってるんで、まあ、どこに貼っても結構馴染んでくれそうな感じになってます。これとかめっちゃいいですねノート PC とかに貼ったら良さげな感じでございます。で実はですね、今回これ購入して実はですね、これ新宿の、その丸井のアネックスでお土産で購入して、でソフビも売ってたんですけど、ソフビはねちょっとめっちゃ、我慢してちょっと散財回避したんですけど、その後にですね渋谷の TBS このチャンネル見てる方は皆様ご存知かと思うんですけど、この、なぜかですね今 TBS の袋があるんですよね。もうね言い訳せずに、出します。はい、こちらでございます。こちらはですね、まあ、ここにこう名刺がついてるんですけど、ピョスさんのソフビでございます。購入しちゃいました。まあ、冒頭の映像でね、あのピンク色のオリジナルカラーのソフビも映ってたと思うんですけど、まあ、それをちょっと我慢して、TBS にその後ね、あの別の目的で行ったらですね、あまだあったんですよね。これ何かというと、アートなトイ店で、ここにね後ろ見ていただくと分かるんですけど、あのハッピーホリデー2022って、あの去年のクリスマス頃に、限定アイテムとして販売されていたものがね、実はまだ在庫がありまして、でもう残りがあともうめっちゃ少なかったんで、もうこれはこの流れはっていう感じで、もう完全にポップアップの展示で感化されて、ソフビもその勢いで購入してしまいました。いやー、でこの入れ物ね、この外の袋にもこのピョスさんのピョスさんのこう直筆のこうね、文字とかイラストが書いてあってすごい可愛くて、もうこの状態でねこう飾ろうかなと思ってるんですけども、やっぱりこのチャンネルではソフビ出してレビューしたいので、次の Vlog で TBS さんに遊びに行ったっていう Vlog でアップできたらなと思います。いやー、で TBS さんでもねいっぱい動画久々に撮ってきたんで、それも合わせてこれの開封 Vlog アップしたいと思います。めちゃくちゃ綺麗に開けて、またこの状態でディスプレイできるように丁寧に開けたいと思いますんで、とりあえずこの Vlog では散財報告でございました。ポップアップで買えよって話なんですけど、もうこのカラー、この超ドリーミーなキラキラカラーはもう多分今後ねちょっと販売されるかわからないので、限定品購入させていただきました。ピョスコマ、ピョス日記の世界展でございました。いかがでしたでしょうか。もうめっちゃ可愛いカルチャーもう全開な感じで、一緒にやってたね、あの和服の着物屋さん、着物屋さんもすごいね良さげな感じで、もう丸いのヒューメニューはねマジでもうそういうカルチャーどんどん今発信されてて、もう可愛いカルチャー全開でね、ちょっとオタク可愛いみたいな感じのカルチャーがどんどん発信されてるんで、新宿もマジで最近熱い感じになっております。はい、というわけで今日はこんな感じでね、 Vlog お楽しみいただけましたでしょうか。もしよければ動画の評価とコメントぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、というわけで今回は新宿の丸いピョス日記の世界展からバーナードがお送りいたしました。ご視聴ありがとうございました。さよなら。